全然なんかやっぱりレベルが違う、あの高い車の感じだね。違うよ、今回 S2000 と比べても違うね、うん、違う、こっちも傾いてもしないかさとか違うね、質感ってそう、だってこっちはさ91年、うん、で S2000 は2000年じゃない、そうだ2000だね、全然こっちの方が前なのに、うんうん、全然違う、9年、ね、9年違うけど全然高級車だねやっぱり、うん、へえ、っていうか私やっぱこれさ、ビートが91年にやっぱ出てて、うん、ホンダのちっちゃいのと大きいので、うん、その両方ともミッドシップでね、うん、そのスポーツカーが出てきたなって感じだけど、うん、NSX はなんかね、もうホンダのスーパーカーぐらいのイメージだったの。スーパーカーだもんね。そうでしょ、うん、やっぱこれスーパーカーだなと思っていて、うん、そうなのよ。で私ね、これ実はね、母さん草壁さん、はい、私の師匠が、はい、一番最初に私を仕事に、うん、一緒にお願いされて連れて行く時に、うん、NSX で迎えに来たのよ。かっこいいね。で当時あの携帯電話なんか持っちゃってね、まだ禁止じゃなかったから、まさにちょっとバブリーの上で、そうなのよ。でこれを、あ、左右、そう、91年に草壁さんがこれで、携帯電話で電話をしながら迎えに来て、なんだこのおじさんはと思って、すごいなって思った思い出の車なの。でこれで恵比寿サーキットへ連れて行かれて、でそのまま今度スゴまで連れて行かれて、でもなんかこのスーパーカーだけど乗り心地もよく、なんか高速道路乗り心地もよくて硬いんだけど、あの NSXR とかじゃなかったから、まだね、なんかスポーツカーっていうか日本のスーパーカーってこういうのなんだっていう衝撃を受けた1台、まだ免許持ってなかった、免許ないからね、まだ教習所行ってる時だったんだけど、それで会社にその後ね入って、そう入って、でしばらくして免許無事取得できて、でそれで貸してもらった車がビートなの。だからこうなんかホンダのそのちっちゃい大きい、うん、91年に出たスポーツカーっていうのは私の中ですごい思い入れがあって、ホンダと縁が深いってことですね。まあ確かにね。でそれのあのなんていうの、あ、だからそうだよ、その後だってレースやったのもね、あのインテグラだしさ、うん、そういう意味ではすごい縁が深いんだけど、あの今回はこれ2011年か、91年から20年経って、サスペンションとエアロパーツを新しく作って入れた車でございます。でなんかそのビートも NSX もやっぱりそのアクセスの中でやりたい人って言ったら、やっぱやりたいっていう人がやっぱいるらしい の、 あのやっぱ思い入れのある方が多いらしくって、でビートはそれこそ未だに持ってる方たくさんいらっしゃるから、ホンダの中にもなんかすごいこうなんていうのかな、その後ね市販してもらうと、まあいろんな待ってる人いると思うんだけど、 NSX はやっぱ少ないもんね、もともとがね売れてる数がね。だからまあどれだけの方のあれに届いてるのかちょっと U ターンするね、わかりませんが、はい、今日はねちょっと特別市場なんで自由自在に走ってますけど、おお。でこれはねその後ろのね、スポイラーがですね、なんとカーボンで80万円するんだって。なかなかの高いねスポイラーついてますけど、さっきの S2000 はやっぱりこうなんていうの、カジュアルなスポーツカー で今の時代からするとね、動きも昔のスポーツカーだなって感じだったけど、こっちはまあもう少しやっぱ乗り出してから急に高級車だなって感じだけど、こんだけ路面悪いとこ走るとまあでもよく急なんだろう、足回り動いてる感じするよねこっちの方がね、うん、そうね、うん、てかやっぱりこっちの方が全然その古いのに、9年古いのに未だにしっかりしてるよね、しっかりしてる、年齢がしっかりね、コントロールされてる、ね、本当だよね、やっぱ違うんだね。これだったら今乗っててもいいよね、大丈夫だね、十分だね、いいよね、うん、スーパーカー。カツさん当時これ乗ったことは？乗ったことありますよ。おえ、その時のなんか印象とか思い出はないの？そうだからやっぱり日本でも、うん、やっぱこういうスーパーカー、あ、日本でもね。そうかそうか。で割とはもちろんサーキットでも、うん、よく走るんだけど、うんうん、一般道でも結構乗りやすかった。あ、一般道でもね。あ、確かに確かに。うん、あ、でもこうやって乗ってると S2000 よりも全然なんか乗りやすい感じがしますね。うん、本当に。やっ
やっぱなんか剛性がしっかりまだあるっていうか、まだしっかりしてる。でもやっぱステアフィールとかのこの軽さはとか、あとこのフィーリング、でもまあなんだろう、ハンドル今だったらもっと太く作るだろうしね、そういう意味では昔っぽさいっぱいあるんだけど、これまだいけるよね、昔っぽさいっぱいあるんだけれど、なんかこうなんつったらいいかな、まだでも今の時代でも通じそうな。でなんかね、電動のフルバケがついてる。いやでもこれいいな、なんかいろいろ懐かしいな。まあ私がこの業界に入った原点ですよ。そう考えるとすごいね、人に歴史ありになっちゃう。何年いるのよあんたって話だね。え、左？え、91年ってことは何年いるの私？91年。僕は会社入って11年目でね。っていうことは今、え、待って33年目？ってこと？そうだね。長いな私も結構。結構私若い時からいるからあれなんだけど、長いねもう。すごい久々にこの MSX 乗れたのはすごい良かったな。でこのね、20年経って当時の開発者がまた携わったっていうのがすごいよね、なんか、うん、そうだね、やっぱなんかホンダってそういうこう夢がある感じがいいよね、うん、特になんかあのアクセスがなんかなんつったらいいかな、今ホンダね、いろいろジェット機も作ったりいろいろね大きな会社ですけど、その私がすごいその最初この業界に入った頃のやっちゃえみたいな、その勢いのあったある意味こういたずらっ子がむちゃくちゃしてるみたいなね、そういうこうホンダイズムがまだホンダアクセスにはある感じがする。そのモデューロね、そのアクセスがやってるブランドのモデューロ、このモデューロも30周年っていうことでなんか感慨深いですね、いろいろね。でモデューロが私最初ホイールから始まったっていうのもびっくりした。エアロパーツだと思ってた。あ、はい、うん、あの時代はやっぱホイールの人気もあったんだよ ね、 ね、あのドレスアップとしてね。そうなんだね、うん、あとホイールからサスペンションエアロだったじゃん、さっきの順番聞いたら、うん、ね、なんかもうてっきりさ、なんか私コンプリートのなんかエアロパーツの感じがしてたのね、うん、あ全然違ったなとか思って。いやでもなんかやっぱりこの車トルクもあって街中走りやすいんだね、うん、いやでもなんかこういうなんか昔のスポーツカーの例えばワクワクするな。オーラワクワクすっとって感じだよね。さすがにこれを私はほら当時まだサーキットで走らせたこととかないからさ、まあでもその当時画期的だったんだろうね。画期的だよ ね、 ね、F1 で勝ちまくってたホンダ。ああ、そうそう、そうだよね、うん、F1 でね、そうだよね、当時ね F1 だってね、うん、私見に行ったもん鈴鹿まで。それこの業界入る前に行ったんだよね。あ、そうだね、うん、そうだった、そうだったよ、懐かしいな。私とかはやっぱあの片山右京さんがね、あ、はい、でも私となんか2回ぐらい鈴鹿見に行ってるんだけど、1回はねあの鈴木敏夫さんが1回だけ乗った時あったの知ってる？鈴木さん知ってますよ、うん、あの時行ってんのたまたま。
キウキさせる力があるな、まだすごい乗りやすいよ、うん、脇で乗ってても同じ、うん、ね、うん、まだウキウキさせる力がある、それすごいな、時代感じさせない ね、素晴らしい、なんか昔懐かしいっていうよりも今現在進行形でウキウキさせる力があるよね、すごいな、やっぱ NSX はオーラがあるわ、乗りやすいもん、すごいコーナリングいいし、そんな感じだよね、めちゃめちゃいい、すごいいいじゃんめちゃいいじゃんめちゃくちゃいいですね、これは。あ、もちろんね、今みたいなこのびっくりするほど速さはねないだろうけど、今だったらこの車メーター180で終わってないよね、うん、まあそう、まあ、時代だからね、すごい現在進行形で人をウキウキさせる力がある車っていうのは素晴らしいと思う。ちょっと久々に感動させてもらったな。いいじゃない、いいじゃない、気持ちいいじゃない、ここ右ね、ここ右、はい気持ちよがってる場合じゃなかった、母さんの冷静なここ右ねってのは良かったね、今ねで戻りました、戻りました、はい、わかりました